設置したキャッシュがある場所、今日はメンテナンスにちょっと来てみました。もう何人かもう見つけに来てくれてて本当にありがたくて嬉しいことなんですけども、その中で、キャッシュがログシートが取れないっていう、ことが、あったみたいで、それじゃちょっとダメかなと思ってですね、今日それのメンテナンスどういう風にしたらいいかなとちょっと思って見に来てみました。ここですね、なんかもう設置したのが冬じゃないか、ちょっと春先かだけども、今もう初夏ですけども、6月ですけども、もう雑草がちょっとね生い茂ってきてますね。蚊が出るような場所で今のうちに来ていただいた方が蚊が少なくていいかなって感じしますけども、あれどうやってたかな俺。あ、ありました。 OK です、ちょっと撮ります。いいよ、はい。結構そんななんていうの、ドロドロしてないっていうか濡れてないっていうか結構健全ですね。中のキャッシュがログシートが取れるかなっていう、ちょっと取ってみます。あ、取れた、なんとか大丈夫だな。よ、なんとか大丈夫だけども、やっぱりちょっと心もとないんで、少しちょっと一旦車に行ってですね、処置をしたいと思いますね。とりあえずマスキングテープちょっと出してみました。中のロムシートを出してみてですね、一応出ますけども、ちょっと見よう。3人の方々が、見つけに来てくださってますね。ありがとうございます。ちょっときつめにロムシート巻きます。ロムシート巻いて強めに、マスキングテープで固定できるようにすればいいかなと。少しこうくっつけてですね、これでこう、くっつけちゃいます。そうするともう取れませんね。で、取れないから、取れなくてあとは取ろうと思った時に剥がせるかなっていう感じで、ひとまずこれは応急処置ですね。で、これともあとは、スルスルっと出てくるのでひとまず大丈夫ですね。ただ、マスキングテープなんで、何度もやってると多分粘着力落ちて、くっつかなくなっちゃうなと思うんで、これまた、メンテナンスはね定期的にやっぱ必要かなっていう感じはするんで、見に行きたいと思います。その都度見に行きたいと思います。はい、OK ですね。はい、じゃあまたこれ戻しに、行ってきます。はい、じゃあまた同じところに入れておきます。よし、これで OK だな。よし、また探しに来てもらえますね、これでね。多くの皆さんに、ちゃんと来てもらってちゃんと探し出せるように、メンテナンスしてますんで、ぜひ探しに来てください。どうもありがとうございました。